はい、皆さんこんにちは、アコプです。今回はですね、今から、ニュージーランドの運転免許証を取得しに行きます。というわけでその様子をちょっと Vlog にしたいと思います。実は日本の運転免許証を持っていたら、ニュージーランドの運転免許証をね、簡単に発行することができます。日本の免許を取得して2年が経っていたら、実技試験も筆記試験もなしに、そのままもう書き換えが簡単にできるんですよ。実は私もずっと持ってなくて、というのも日本で国際運転免許発行してこちらに持ってきていました。ただ国際運転免許ってね、1年しか使用ができなくて、 ID 代わりにはならないんですよ。身分証明書ですね。なので日本人は必ずそのパスポートをね、携帯しないといけなくて、 ID として、これが結構私ちょっと面倒くさくてですね。というのもニュージーランドでは ID を見せる機会がとにかく多くて、特にお酒を買うとき、スーパーマーケットとかでも必ず提示をしないといけなくて、居酒屋とかバーとかに行った時も見せないといけなかったりとか、とにかく ID を見せる機会が多いんですよ。ちょっとフラッとね、散歩に行った時とかに、あ、ワイン買って帰ろうっていう時に何回も買えなかったことがあって、特にチェーン系のスーパーは店員さんのいないね、自動のところでやると必ず ID 見せてくださいっていうのが出ちゃって、もうそれが出ちゃうと必ず出さないといけないんですよ。とにかくめんどくさいので、それもあってね、ニュージーランドの運転免許証を取るとそれが ID 代わりになるので、そんなこともあって私は今回ね、作ろうと決めました。もう口に住んでいるのでね、もう絶対あった方がいいので、というわけで、今回はね、その様子をちょっと Vlog 風にまとめたいと思うので、では皆さんご覧ください。どうぞ。日本の運転免許証からニュージーランドの免許への切り替えは最寄りの AA で簡単に行えます。AA とはオートモービルアソシエーションのことで、車関係のことだけでなく、各種保険や証明書などのレジスター登録の際にも行くことがあります。申請の際の持ち物はとてもシンプルで、パスポートと日本の運転免許証、これは両方ともカラーコピーが必要です。そして記入済みの申請用紙、これは AA のホームページよりダウンロードができます。ここまでは自宅で揃えることができますが、もう一つ必要なものがあります。それは日本の運転免許証の翻訳された証明書です。オンライン上で翻訳業者を探すこともできますが、私がおすすめなのはオークランドにある日本領事館です。予約は不要で、営業時間内に運転免許証を持っていき、その場で申請書を記入するだけで OK。 発行には数日かかり、私は3日後に受け取りに行きました。ちなみに今受け取りに向かっています。申請料金は30ドルと調べた中では最安なのと、何より安心感があるので、オークランドに住んでいるのであれば私はここが一番おすすめだと思います。大使館はシティのど真ん中にあるので、アクセスもとても便利です。さて、証明書も無事に発行ができたので、その足で AA に向かいます。こちらが AA に申請する申請用紙です。申請料金は50ドルちょっとかかります。大使館の証明書は現金のみでしたが、 AA ではクレジットカードでも支払いが可能でした。週明けやお昼頃は AA はとにかく混み合います。なるべく早い時間に行くのをお勧めします。日本の免許交付時と同じように写真撮影があります。メガネやコンタクトをしている人は忘れないようにしてください。かなり待ちましたが、申請自体は10分程度で終わりました。はい、というわけで AA に行って全ての処理が終了しました。何回も AA に来てるんですけど、もう行くたびに、コロナ禍っていうのもあって、もう行列がすごいんですね。いつも結構月曜日に行くのかな、もう月曜日はもうひどいことが分かっているので、今回はあえて、月曜日を外して金曜日に来ました。で、金曜日のお昼前ぐらいですねに来たら、すんなりとそんなに列は並んでなかったです。ただ結構時間はかかりましたね。で、職員さんは慣れてるので、必要書類さえ揃っていたらスルッと処理はしてくれました。52ドルかなんかの手数料がかかって、10日以内に免許を指定住所に発送してくれます。その際に10日間、運転ができないじゃないですか。その際に紙の仮免許証みたいなのを発行してくれて、それがあれば運転ができますという形 でもし運転免許証が届かなければ、ここに連絡してくださいという紙もいただきました。で、写真はその場で撮ります。で、写真は笑って OK なので、もう私はにっこりと笑いました。むすっとしなくていいので、なんかいいですね。
日本語と違う感じで、もう思いっきり笑ってくださいみたいな感じで、もう思いっきり笑わせていただきました。まあ、必要処理とかどんなプロセス、何が必要かとかはまたあの秋葉原メディアの方でまとめるので、リンク概要欄に貼っておくので、そちらから見てもらえたらと思います。簡単に言うと、パスポート、日本の免許、あと日本の免許を翻訳したもの、これは指定機関のものじゃないとダメです。と、まあ、あとはクレジットカードですね。あの支払い費用、これは JCB もアメックスも使えます。クレジットカード全部、ビザとかマスターとか JCB がね使えるところが結構嬉しいですよね。日本人代表として私はもうクレジットカードも JCB で押してるんですけど、 JCB が使えます。はい、日本人が大好きなインド人のおじちゃんで、とても優しかったです。私が行って日本人と分かった途端に、こんにちは、こんにちはじゃない、何でしたかな、ごちそうさまだ、いただきます、ごちそうさまって言われました。ホームステイを受け入れてたそうで、結構話も弾みました。その他必要なことは何かありますかね。まあでもそんなもんかな。思い出したらまた記事に書きます。まあ、とにかくね、 AA には余裕を持って行った方がいいと思う。時間はもう最低でも1時間ぐらい見といた方がねいいとは思います。あのコロナが明けたら結構ワーキングホリデーの人とか戻って、もっと混み合うんじゃないかなというふうに思うので、はい、気をつけてください。というわけでね、届きました。運転免許が変わりたいと思います。こんな感じで届いて、顔がめちゃめちゃ丸い。はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。